コーカサス、コーカサス、またはカフカース、カフカス、ラテンも自転車例、カフカースは、国海とカスピ海に挟まれたコーカサス三脈と、それを取り囲む低地からなる面積約44万キロメートルの地域でる。コーカサスの漢字表記はコーカサク。英語のコーカサス、ロシア語のカフカースとも、ココソスカウカーソスに由来する。カウカソス自体は、プリニス、 博物誌によると、月帯語のクローカシス、白い雪に由来するとされる。コーカサス山脈を南北の境界として、北コーカサスと南コーカサス、ザカフカジエ、ザカフカース、トランスカフカス、ソトカフカースに分かれ、北コーカサスはロシア連邦領の北、カフカース連邦艦及び南部連邦管区に属する諸共和国となっており、南コーカサスは、 旧ソ連から独立した三共和国からなる。北高架カサス、ロシアはヨーロッパに区分され、南高架カサスは西アジアに区分されることもあるがヨーロッパに区分されることもある。全体的に山がちな地形で、山あいには様々な言語、文化、宗教を持った民族集団が複雑に入り組んで暮らしており、地球上で最も民族的に多様な地域であると言われる。 ケフィア発祥の地で、しばしば、この地方の人々は、ケフィアを飲んでいるために長寿であると懸念されるが、統計的に見て、この地方の人々が長寿であるという科学的根拠は、ない。厳密には、ロシア連邦、クラスノダル地方の祖地周辺は、コーカサス山脈の南、アゼルバイジャンの、クバ県、ハヒマズ県は、コーカサス山脈の北に位置する。アゼルバイジャンは、 飛び地、画像では、アゼルバイジャン領とあるが飛び地であるに、ナヒチバン自治共和国を持つが、本土西部のナゴルノカラバフとその周辺地域は現在、アルツァフ共和国して、アルメニア系住民の支配下に置かれる形の独立状態にある。ジョージアは、南西部アジャリア、北西部アブハジアの2自治共和国と北東部の南オセチアを含むが、アブハジアと南オセチアは、 ジョージア政府の統制が全く及ばず、独立状態となっている。母語とする言語によって、コーカサスの主要な民族を分類すると、以下のようになる。大まかには、ロシア人が北コーカサス、それ以外の諸民族が南コーカサス及び北コーカサスの最南部に住む。南コーカサスは、ナゴルノカラバフ共和国を除くアゼルバイジャンが、イスラム教シーア派が大半を占めるたわ、 キリスト教が主流となっているが、ジョージアのアジャリア自治共和国は、キリスト教が主流であるもののスンニハイスラム教徒が、比較的多くなっている。一方、北コーカサスは、イスラム教スンニハが主流をなしているが、唯一北オセチア共和国では、キリスト教が主流となっている。また、北コーカサスには、ロシア人などのスラブ系民族も多いため、 キリスト東方聖教も広く信仰されているほか、無宗教も多い。チェチェン共和国とダゲスタン共和国、イングーシ共和国で、特にイスラム教の信仰が厚く、スンニ派、イスラム原理主義の創屈となっており、サウジアラビアのワッハーブ派との関連もある。この地域には、人類が古くから住み着いていたことがわかる証拠として、紀元前9500年頃の金属機が発見されている。 また、紀元前4000年頃からのマイコープ文化や、紀元前3500から2200年遺跡が発見され、大変多くの金属器が出土し、銅石器や青銅器文化であったことが分かった。古代には、南コーカサスにアルメニア人、グルジア人のキリスト教文化が栄え、北高ーカサスでは、アゾフ海溝岩、カスピ海聖岸の草原地帯で工房した金メリア、ス月帯、紛、 アワール、ハザールなど、イラン系、トゥルク系遊牧民の国家の支配下にあった。山岳地帯では、先住のコーカサス諸語の話し手たちが居住しており、イラン系やトゥルク系の人々と混じり合って、文化的、人種的影響を受けつつ独自で多様な言語と文化を保った。十三世紀に、モンゴル帝国軍が到来して、ジョチウルス、キプチャクハン国とイルハン国に分割され、 14世紀以降は、イスラム化が進んだ中央アジアのトゥルク経由牧民に、代わるマムルークの友源として、イスラム勢力との絶え間ない接触を続けた。16世紀以降、南コーカサスは、サハビー朝などのイラン勢力とオスマン帝国の争奪の場となり、1578年にの一つが、起こった。北コーカサスでは15世紀に、ジョチュールスの勢力を継承した。 クリミア半国やオスマン帝国が進出して支配を広げたが、17世紀以降、大高カサス産無北陸のステップ地帯からコサックを潜兵するロシア帝国の影響力が浸透し始めた。19世紀に入ると、北高カサスの併合を完了したロシアは、大高カサス産無の南にまで勢力を伸ばし、南高カサスを支配するカージャールアサイランとオスマン。 帝国からこの地方を奪った。同じ時期、北コーカサス東部の山岳地帯では、ミュリディズム運動と呼ばれるイスラム神秘主義の一つ、ナクシュバンディ教団の指導者たちを中心とする反乱が起こり、ロシア支配に激しく抵抗した、コーカサス戦争。ロシア革命が起こると、南コーカサスでは、アルメニア、グルジア、ジョージア、アゼルバイジャンが1918年に独立を、 宣言するが、相互に対立を続けるうちに1921年に、赤軍の侵攻を受け、1922年に、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国を結成して、ソビエト連邦に交流した。北高カサスでも、チェチェニアダゲスタンで、独立運動が起こるが赤軍によって石化が進められ、ロシアに編入された。1991年のソ連解体は、 形式上連邦からの分離独立権を認めたソ連憲法に基づき南コーカサスの三共和国に独立を果たさせたが北コーカサスの諸民族自治共和国はロシア連邦からの分離権を憲法よっても認められず独立運動をロシア当局に抑え込まれた中でもチェチェン共和国は1991年に就任したジョハル・ドゥダエフ大統領のもとでソ連を呼び ロシア連邦からの分離独立を宣言し、強硬姿勢を貫いたため、1994年により、ロシア連邦軍の攻撃を受け、第一次チェチェン紛争が勃発した。以来、チェチェンを中心に、戦乱、テロが続発し、北コーカサスは、ロシアの中でも特に不安定な域になっている。一方、独立を果たした南コーカサス三国も、 アゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノカラバフ戦争などを原因として民主化の阻害と経済発展の停滞が著しく問題が山積している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。